レッツゴ ー, ゴー。右よし、左よし、顔よし、顔よし、レッツゴー。頭アウトー。こっちです。面白いですね、東京。東京こんな観光ありじゃないですか、むしろ、うん、普通の観光じゃないじゃないですか、これ、うん、明らかに自分らが行きたいとこ行くっていうやつ。うん、これレンタカー借りるってのはありですね、東京。レンタカーありですね。イメージはね、地下鉄とか電車って感じですけど、他の地方でもこんなのしたいですね、むしろ、ね。山ちゃん、他に行きたいところある？いや、僕四国に行ったんですよ。四国？四国もまあまあな田舎らしくて。四国いいね。そう、うどん食べ歩き。みかん。あ、みかん？みかん。うどん。みかん。うどん。みかん。ワン。ラ。え？ラ。え？ワンラ。そう。どこ行きたいですか、皆さん。次、じゃあこういうことがあるとしたら。京都。京都？ああ、京都もやすそう。岐阜。岐阜？岐阜はどういったものか。温泉。あ、そういうことか。下呂温泉とかは岐阜ですか。あ、でもみんなで温泉行きたい。温泉だと。温泉でも九州ってイメージもあるんですよね。みんなで温泉入ってその後クソほど飲みたい。クソして飲みたいと思って。クソほどクソほど。いや、昨日みんなで飲んで楽しかったわけですよ。あー、そっか。あれをちょっと元と延長というか。延長、延長で。あー、なるほどね。なんか6時くらい明るいうちから飲み始めて。そう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 。枕投げまで。うん、はしごした。確かに、はしごだけ。旅館って感じですね、イメージ。そうだね。こう浴衣着つつってやつ。さっきの雑魚だったからな。飲んでないよ。これ帰って俺も飲んだよ、あの後。ん？みかん、何か。なんで一緒に飲まない？一人で飲みたかった。飲みたかった。有料チャンネル見ながらですか。ゆうちゃん。ありましたよね。星ドラしながら。星ドラしながら。かわいいね。ジャンプしますか。ジャンプします。はい、せーの。ピョン。浜ちゃんが使ってくれたこれ。高速に乗りました。首都高速中央環状線ね。わあ、険しい顔の春木。ね、ちゃんとたどり着けるんでしょうか。危険に仕上がってます。春木、首都高バトルっていうゲームですけど。大丈夫です。いや、本当に首都高バトル好きなんで。実写もやる。まあね、安全運転でお願いしますね。はい、行きましょう。はい、飛行。次のところ向かってるんですけど、なんか本当に携帯のナビですらちゃんとナビしてくれなくて、なんかトンネルとか入って、うん、ナビ動かんくなるっていうね、携帯の、うん、あれびっくりだったね。もうどこまで進んでるかわからんから、そうそうそう、どこで降りたらいいかもわからないっていう。今ね、皆さん、我々はですね、高速に乗ったんですけど、あのナビに何回も騙されて、うん、3回、4回目今逆走してるっていう、はい、逆走っていうか、あの 4回目乗り直したんですよ。で、パーキング行って、パーキングになんか地図があって、その地図を写真に撮って今走ってます。はい、ナビに従わない男たち。あの4回目の高速、うん、首都高、もう4回目にしてナビを無視するって。もうお前ら信用しないと。信用しないっていうね。どんな浜ちゃん。あ、霧ヶ関か。霧ヶ関、あ、一応一応。あ、だってこれもうさっき U ターンしたっぽくない？あの、すごいのが待ってますよね。さっき、あの、浜ちゃんがここ過ぎた方がいいっすよって過ぎて、あの、その過ぎたのが余計遠回りになったって言って、で、それで浜ちゃん怒って、もう俺はナビしないですって言って僕を信じないでいくやっぱり僕を信じないでくれって言って首都高に向けて叫びましたね。俺はもうナビしないって言って、もうテンション落ちてるんですよ。俺はもう戦わんだ。サジオ、サジオ投げた。ハマーだ、ハマーだ。ダメだ、もうおしまいだっつって。いや、難しすぎるよ。渋谷じゃん、渋谷通りで。あ、渋谷でいいよね。C1 合ってる合ってる。あ、C1 来た。渋谷だよ、渋谷。合ってる合ってる、渋谷合ってる。あ、合ってる合ってる。渋谷来てる。あ、花ちゃん来てる。渋谷ですね。渋谷通過して、通過して、次のジャンクション右。あ、ここはこれは合ってるね。この通りに行けばいいわけね。あ、ナビ通りに。ナビ通りね。あ、そうですね、渋谷だ。今回だけだぞ、このナビを信じるのは。そろそろ戻れるかな。戻れる。戻るかな。あの頃の4人に戻れるかな。あの頃の4名。楽しかった。楽しかった。あの頃の4名に戻るか。エビシューバー食ってヨーヨー投げてた。そうそう。エビシューバー食ってヨーヨー投げてた時のみんなに戻ろうよ。え、ここ六本木付近じゃないの？ボリビルでしょ、あっち。戻ってる。十時に戻る。あ、朝、俺たちは午前中に戻ってきた。おはよう六本木。一応、うん、高井戸方面に今向かってるのかな。多分。俺たち勝ったな。なったか、俺たちまた。また勝ってしまったな。無敗だな。負けじゃないから。これを
ぐるっと左に多分曲がっていくんだと思います。多分左中でね。ですよ。俺たちと同じ仕様のハイエースがいる。前に。どこ？ハイサイハイエースがいる。同じ仕様の。じゃああと一組ハイサイ飛んでたら東京いるんで。そいつら。ハイサイ東京支部。あそこ行った。いやあ。長い道のりでしたね。おじまい。まあ、戦い戦い中。今まだ終わってない。今からあと1時間ぐらいだから。そうですね。ハマちゃんがさっき宿の人に電話してて、僕らすみません道迷ってて、あの何時に着くか分かりません、すみませんでした。何だそれ。分からないって思ったけど、行けるかどうか。道迷ってるんですみませんっ て、 ってずっと謝ってますね。いやでも本当に分からないよね。なんか急にね、青看板とかも逆になったりしますよね、入れ替わってね。右側に青看板あるけど、まっすぐ行けとか。そしたらもう舐めてたの。沖縄ってほら、高速ってまっすぐしかないじゃないですか。看板1枚しかないから、沖縄は。確かに。パパおしっこ、パパおしっこ、ウェリリス高いっすね、今日。ははおしっこ行きてバタバタしよう。ははおしっこ行きてだんだん踏んでますけど、松丸くん、はい。これを緑茶にせえって。これにやったらダメでしょ。今日の箸、何この箸、すげえ。すげえ。いやー、いい。あー、川だ、下すげえ。めっちゃいいじゃないですか、見えるから。ここ川、うわ、過ぎちゃった。いや、惜しい。次に行きたいし、次、次。山、見てください、これ山。こんな高い山あるか。くっそー。あー、あー、あー、いいですね。すごいな。東京なんだ。東京なんですね。なんか温泉もあるっぽいぜ。なんかね、多分別の班はシティボーイみたいな動画撮ってるんでしょうね。対照的に本当になりました。いや、僕はでもここでよかったですよ。うん、楽しいですよ、これ。俺もここだった。俺もここでよかった。なんだこれ。シティボーイ VS 田舎ボーイ。田舎ボーイ。田舎ボーイ。結構メイン事業が林業みたいですよ。あ、林業がメイン。木を切って売る。キリコ。すごいすごいすごい。キリコ。誰だ。よさくは木を切るみたいな感じですよね。ヘイヘイホースね。下道だけ見たら長っぽいですけどね。あ、北部。そう。見上げたら木が高いから全然違う。沖縄県のなんか元部町とかそんな木の大きさが全然違う。全然違う。生えてる植物が違うもんね。上向きが。なんかね、やっぱり東京の木はスマートだね。スマートだな。沖縄にある木って太いよね。太い。めっちゃ太いよね。なんかもうボーボー。ボーボー。そう、ジャンボジャンしてる。人と一緒です。わー、いいね。え？どうした？どうした？どうした？あのスピードメーター、マジですか？うん。真ん中に気温乗ってるんですよ。うん。17度。嘘だな。あんなの今半袖で終わった終了。俺は半袖半ズボン終わった小声陣よ。終わったわ。雪降るじゃん。雪降る。沖縄の真冬でしょこれ。じゃあ真冬だね。そうっすね、そうっすね。終わったわ。寒。あ、これは寒。あー、これはアウト。アウト。風邪引く。こっちじゃないの、こっちじゃないの、これほら。あー、ぽい。フォレスティングコテ。あ、ぽい。全巻きだ。多分ね。うす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 。全巻き。これパパ、どこに行くでしょうか。まあ、聞きましょうね。ちょっと持ってってもらっていいですか。はい、着きました。こちらですね。今、みんな楽に入ってますね。ここにもあります。あ、なるほど。寝るところがあります。自由に。え、すげえ。でも、広お風呂がそっち出るようになってますから。はい、はい、使ってください。説明受けております。やば。これ使えるんですか。これ使える。もしあれだったらうちもさ。え、なんすかこれ。え、ストーブ。ストーブ、薪ストーブ。薪ストーブ、すごい。初めて見ました。だったら薪少し運んでいきます。あ、ありがとうございます。ストーブの方がいいです。うわー、すげー。こんな嬉しいことない。ハマちゃん嬉しそう。やばって、初めて見ましたよ。本物っす、俺初めて。画像でしか見たことない。やば。昭和で64年にね、はい、節電ひどかったんですよ。あ、それでね、いっぱい木が倒れちゃってて、それをちょっと自分ボランティアの盛り11人でその子でやってたんですよ。知らないですか。それさ、開拓みたいな。やっぱ緑、まあ、もうボランティアみたいな人が来てね、山から火が出てきて、その子たち の活動 の場所にするって作ったんですよ。ああ、これ泊まりならないから。そうなんですよ。客間、薪ストーブがある。薪ストーブ。で、普通にキッチンもある。キッチン、キッチンとか。うわ、ほんとだ。これすごくない？この木一本で絶対でしょ。一本の木でしょこれ。そうそう、絶対高いですよこれ。あ、すげえ。え、すげえ。窓も木の枠だ。お、すげえ。あ、すごい。え、
旅館よりすごくないこれ。竹だらけ。旅館より全然いいでしょ。すごい。下見て川だぜ。うわすげえ。パパ見て。うれ嬉しいでしょ。嬉しい。やばい、すごい。めっちゃテンション上がる。すげえ、この鍵。この鍵、いい。うわ、すげえ、すげえ。ヒノキの店員6名。店員6名。あ、店員がいてあるの。6名。じゃあ、普通に、お布団敷いてね。すげえ。あ、布団もあります。布団もあります。ここに布団もあります。広っ。てか、これ、これだけで十分だと思う。めっちゃくちゃ広いですよ、これ。9畳。9畳。畳9個。4人で泊まるんだったら、これだけでも十分だよね。俺の部屋より広いんだ、これ。俺の家より広いんだ。それはないでしょ。よし、枕だけしようぜ。まだ早い。早い早い早い、まだ早い。まだ早い早い。これ、なになに、入浴中マジ。あ、ユミカオルもしかして。入浴中ユミカオルいるんですか、これ。見ちゃいや。あ、普通に広いね。広い。鏡もちゃんとあるじゃないですか。鏡はあるでしょうな。浴槽でかい。そうだ、でかくないでしょ。浴槽でかい。あ、いい。足伸ばせる。足伸ばせる、最高。しかも上のまで木じゃん、これ。うん、ほんとだ。すげえ。最高っすね。いいっすね。すごいな。トイレもまあ、こっちはトイレ？こっちトイレ、女性、男性は分かってはないですけど。お、普通に綺麗ですね、トイレも。あ、超綺麗、超綺麗です。ウォシュレット、ウォシュレットもありますね、これね。上行く？上行く？さあ、階段登るぞ。うわ、すげえ！広いぞ。広っ。広いですよ。うわ、めっちゃ広い。めちゃくちゃ広いじゃないですか。すごい。すごいですわよ。お姉様、すごいですわよ。吹き抜けじゃん、ここ。見て、ハオちゃん、ハオちゃん、あれ、あ、もしかしたか、ハオちゃん、この動画も上げて、もう一回みんなでこっち来よう。いや、リベンジ絶対一つかない。ねえ、これ、もったいない。この合宿感、俺ら4人でやるのはもったいない。もったいない。みんなでやるべきよ。ワイワイしたい。言われてますよ。どうやらなきゃいけないじゃないですか。よし、取れんじゃないですか。この決定戦だ。ひっちゃんやりましょうって。ひっちゃんやりましょうね、これ。絶対ね、もうちょい早めに来たらね、川で遊んだりとか、いろいろできたんですけど、ちょっと今回道…初見だったんで、はい、初見殺しだった。首都高初見だったから。はい、これ用意してもらった木です。新聞紙、マッチ、巻きで、ちっちゃい木から大きい巻きに移すようにつけてくださいと。